こんばんは、ドライトニュースの時間です。マインクラフトのサポート終了に関するニュースが入りました。 Windows XP と Vista でマイクラをプレイできなくなります。こちらをご覧ください。レガシーランチャーアップデートでモヤンアカウントからマイクロソフトアカウントへの移行が近づいているため、 Windows XP および Windows Vista のサポートを終了するそうです。古い OS ではマイクラをプレイできなくなります。これによりレガシーランチャーのサポートも終了します。レガシーランチャーの古いバージョンは機能しなくなります。そして2021年の第2四半期、4月から6月くらいにプラットフォームとレガシーランチャーの両方のサポートを終了します。ただアカウントやワールドなどの保存データは影響しないので安心してください。そしてマイクラができる最低条件としてこちら、このように Vista 以下の OS はできません。 Windows 7以上であれば最低限ですがプレイ可能です。推奨条件以上ならなお良しです。自分の PC が条件に合っている PC か見たい場合はデモ版を試して動作確認するといいかと思います。デモ版は無料です。以上、 Windows XP と Vista でマイクラができなくなるニュースでした。レガシーランチャーのサポート終了で XP と Vista でマイクラができなくなるのでしょう。 Java 版もサポート終了のお知らせが来てしまいましたね。そしてモヤンアカウントからマイクロソフトアカウントの移行はまだ開始しておりません。準備ができたらランチャーでお知らせするとのことです。そして詐欺サイトや怪しいメールにも気をつけてください。それでは良い一日を。